三振を取られたぞ。イエーイ。行くよ。サメだらけの海で撮る人間コンテストやってうわー口開けてる見えるつらいってやれよお前さ高速道路で一輪車の練習してて最初転ぶぞお前天罰くだらバカだれはい大橋正信でございますよろしくお願いいたしますということでまだね、まあ、私の今の体調というのは、まあ、日々ゆっくりではありますけどもね、まあ、よくはなってきてはおります。ただ、まあ、やっぱりねまだ未だに咳も出ますし鼻水鼻詰まりタンが絡んだりということでねまだ本調子には程遠いという状況の中、こんな日曜日皆様はどのようにお過ごしでしょうかというね意味わからないこう前工場で始まらせていただきますけども今回のこの動画では恥ずかしい56歳児こと立花隆のねこれいつの動画なんだろうな3日前になるのかな6月14日前か6月12日ですねにアップロードされた動画でタイトルが選挙ポスター掲示板は廃止しましょう税金の無駄遣いですっていうねどの口が言ってんだっていうねその無駄遣いを利用してお前は私利私欲に走ろうとしてるんだろうとねこの無駄遣いをすることによって金儲けをしようとしている本当に卑しく醜い56歳児でしょとそのお前がどの面下げて物言ってんだってっていうレベルですよはい、まあ、そんなね鼻で笑っちゃうようなバカじゃねえのかと言わざるを得ない、動画上がってるということでね私も見ておりませんどのような内容なのか全く分かりませんけどもまあ、時間的にはね3分16秒ということですごく短い動画なんで、例のごとく、醜い56歳児の喋る内容に突っ込み入れていく愛的食堂スタイルでねやっていきたいというふうに思います。お付き合いのほどよろしくお願いいたします。 NHK を壊すということで壊すねえだろっつってんだろバーガー令和6年2024年6月パクリやろクズやろ掲示板がですねこんなの無駄でしょうもうやめましょうってこと言ってるんですよお前の存在が無駄だよお前の存在が無駄政治に関わるな政治を語るな政治興味ないくせにお前が興味があるのは血税だけだろうが税金にありつくことだけだろうが興味を持つな我々はポスター掲示をジャックしてですねこんなものもう今回でやめてしまえという思いでやってます。嘘つけば語れが何正当化してんだバカ野郎お前にそんなな世のため、世の中をな良くしようなんて考えで行動したことなんてねえよはっきり言ってやるよねえよたまたま好転したことあるかもしれないよでも根本は私利私欲金儲けのため金に執着している醜い56歳児だよお前はただのでですねこれ僕の家の前僕のマンションちなみにこのタワーマンションなんですがいらねえよそんな説明家の前の三河台公園という公園のところのに建てられてるポスター掲示板です、ね、その三河台公園ってだけで結構だよお前がどこに住んでるのはどうでもいい話だよこれちょこっとしたことでね俺は今手前マンションに住んでますっていうねなんかこう醜いアピールをしたいんでしょうねそういったところがやっぱりねこうブランド志向肩書きとか
ブラン肩書きブランド、地位名誉お金に執着する56歳児もうこのちょっとしたことでもそういったところが露呈してしまう、さすが醜い56歳児です。まあこれがですね、なんで今回ちょっとこうポスター掲示をやめてしまいっていうのは、これずっとまあ歩いてくるとですね、これどれぐらいだろう、もうあまりにもポスター掲示がね多すぎるんですよ。で、それってあなたの感想ですよね。これ六本木のですね交差点というかちょっと下がったところなんですが、今ポスター掲示から歩いて30メートルですね。で、この小さな公園にですね、なんともう一個あるんですよね。いるこれ。それはお前の価値観だよね。だいたい公園であったりだとか学校にはまあ例えば北と南、東西、まあ場合によってはね北と東とかね、まあ、とにかく公園とか、まあ必ずではないけども大きい公園であればまあ2箇所設置されるってことはまあざにあります。学校であればそうですね、まあ大体2箇所多くて3箇所まああります。はい、もうね直線距離で言ったら20メーターぐらいですよ。この一つの公園になぜこんなポスター掲示2つもいるのって話なんですよ。これもうやめようよって、こんなの。お前が政治に関わることの方がよっぽど世の中にとっては有益だよ。公園に、ポスター掲示板を2箇所貼ることとお前が政治に関わること、どっちをやめてほしいかって言ったら、まあ普通にお前だよ。でね、当選しそうな蓮舫さんか小池さんはここに貼るんですけども、もう小池さんや蓮舫さんの顔や写真貼ったってもう知ってるっちゅう話になるじゃないですか。だから我々はこのまずこのポスター掲示場というね、これが一番選挙お金かかるんですよ。だからこれ1箇所設置するの多分20万円ぐらいかかるんですよね。もっとかかると思います。まあ仮に10万円だとしても東京に1万4000箇所建てると14億かかるんですよ。14億円ですよ。ことでやめてしまいましょうということです。で、ちなみに今予想されるのが24人ぐらいが立候補して、我々が24人、我々以外が24するとですね、48番まで張れるんですが、1番からずっと行って1番から8番9番から16番、17番から24番って行きますよね。とすると25番から我々24人張る予定にしています。まあ予定なんで24人我々以外が出たらいうことなんですけど、25、26、27、28、29、30で、で、あそこが31です。31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48ということで、我々が貼ろうとしているポスターはですね、右が2、4、6、8の8、左が8、そして下が8ということで、右の2列 ×4 と下下段ですね、4段目の8枚と左の4枚の8枚で合計24枚貼る予定になります。で、24人以上候補者が出た場合には我々は49、50になりますので、49、50、51、52に関しては立候補しますがポスター貼りません。だからもうね、小池さん、まあ、東京都選挙管理委員会さん、ポスターの増設は本当にやめてください。お金の無駄なので我々はポスターを貼りませんのでよろしくお願いいたします。知るかバカ野郎、立候補してるのにポスター貼らないお前たちの問題だよ。そこはそれとポスター掲示板が無駄遣いか無駄かどうかっていうのは別の話だよ。何てめえたちのふざけた選挙での戦法を正当化するために何言いがかりつけてんだよ。バカじゃねえのか。はっきり言いますけど、まあ、この公営掲示板、無駄かどうか、まあ、これは当然議論があるでしょう。私は、今現状、この選挙ポスターに関しては、あって叱るべき、必要なものだと私は思っています。直ちに、もうね、こういったものは必要はないと、いうのであれば、それに代わる代替案、ちゃんと提示しろよ。何があるんだよ。街中を歩いていたら、
どういった方が立候補しているかっていうことをパッと目にすることができる、この公共掲、公、ね、公営掲示板。選挙ポスターが入ってるこの掲示板ね。これに勝る、自分から情報を取りに行かなくても、街中歩いててパッとね、目をやったら、ああ、こういう人が立候補してるんだって、ザーッと見れるわけでしょ？それを有益なものにするかどうかっていうのは、もちろん有権者もそうですし、立候補者の方々の責任ではあるし、質を問われるわけですよ。今回の東京都知事選挙、そういった質を下げてるのは、間違いなく、立花詐欺師や、その取り巻きや、関係者、息のかかった連中でしょ？質を下げてるのは。その、まあ、代表者であるね、立花ペテン師が、公共掲示板は税金の無駄です。ふざけるな、バカ野郎。どの面下げてるの、昔飛んでボケ。で、今、ちらっとね、ざーっとまあ見ましたけども、この YouTube のね、この動画のね、コメント欄も、まあ、程度の低い、頭の悪い書き込みばかりですよ。立花ペテン師の言ってることを真に受けて、思考停止したボンクラどもが、本当に、ああ、無駄です、無駄ですって。お前らの考えはやっぱり無駄だ、バカ野郎。何を抜かしとんじゃ、こんだら。じゃあ、そのね、そのな、ポスター掲示板に変わるな。誰もが、こう、不意に、立候補者の情報を得ることができるような、その代替案出してみろよ。もちろんな、選挙公報っていうものがあるよ。それは新聞の折り込みであったり、まあ、地域によっては、全国配布っていうこともあるけど、それだって税金だからな。それだって税金だよ。税金を投入してでも知ってもらいたい情報があるっていうことで、選挙公報もそう、ポスター掲示板っていうのも設けてるんだよ。それを、な、悪巧みに使って、金儲けに利用しようとしている立花ペテン師が、どの面下げで言ってんだって話ですよ。大概にせよって。で、こういう、やっぱりね、こういうね、ペテン師を応援している人間っていうのも、やっぱりその質問われますし、まあ、程度が低いと言わざるを得ません。もちろんその関係者もね、こういうペテン師に対して誰一人物を申すことができない。否定することができない。情けない限りです。一緒になってどんちゃん騒ぎやってるんだから、どうしようもないですよ。まあね、もともと言えば、ね、犯罪者である東谷義和こと、ガーシーこと東谷義和か、応援できるような程度の低い連中ですから、お前たちは。まずどうしようもないですよ。って感じです。皆様はどのように思うでしょうか？コメント欄の方にコメントください。よろしくお願いいたします。とにかく、ポスター掲示板にケチをつける資格はお前にはない、立花ペテン師。前科者。黙っとけ、アホンダラ。以上です。